皆さんこんにちは。山手アイコン急行運転士の翼です。駅名の由来になった場所を訪れる由来機構、本日の由来機構はこちら、名古屋市営地下鉄鶴舞線の大須観音駅です。駅のすぐ近くにある真言宗智山派のお寺大須観音からこの駅名が付けられました。それでは早速大須観音へ参拝しに行きましょう。大須観音駅2番出入り口を出ましょう。ファミリーマートさんと宮本むなしさん、旅先でよく見かけます。お食事どころかな。で、自転車屋さんの横をこういう風に通れば歩道橋に看板があります。大須観音左、そうです、もうすぐそこに大須観音があります。松本清とセブンイレブンを過ぎて、見えてきました、自動車のご祈祷所、上に大須観音って書いてあります。もう到着しました、大須観音です。鳥居っぽいですが鳥居じゃない。でもこの色的になんだか鳥居ですよね。なんとなく気分的に。では境内です。私のすごく馴染みのある宗派、真言宗智山派です。この色使いとかなんだかすごく落ち着きます。本堂から見て西から入ってきてしまいました。現実には本堂から南側にあるこちらの仁王門、ここから入るべきでしたね。じゃあ一旦仁王門出ましょうか。餃子の王将と串カツ田中のこっち画面に入りきらない仁王門があります。仁王門から改めて境内に入っていきましょう。仁王門の中にはこれ不動明様かな、アーさんとウンさんがいらっしゃいます。ハトさん、カラスさんいっぱい、ちょっと道開けてくれないかな。いや、諦めましょう。火星の鐘って書いてあります。花の精の鐘、へえ、そんな鐘楼もあります。実を言うと以前社員旅行で名古屋来た時に大須観音を訪れたことあります。本当何気なく通ってきたんですけどもね。いやー、2度目の来訪です。そこまで境内って広いわけではありませんね。もう軽く10分もあれば全部見て回れそうな気がします。で、こちら見ると上りには南無大師遍照金剛ってことは空海さんかな。やっぱよく由来機構やってると弘法大師様に会えます。いやー、ご利益ご利益。さあ、今回の由来機構、皆様いかがでしたでしょうか。以前訪れたことのある大須観音に今度は由来機構として来ることができました。なんだか運命ですね。はじめは岐阜県にあったお寺がこちら愛知県に移転され、その移転した張本人が徳川家康さんということも初めて知りました。名古屋駅からも10分ほどで来ることができます。皆さんもぜひ来てみてはいかがでしょうか。今後とも駅名の由来となった場所へ行きます。どうぞ皆様よろしくお付き合いください。それではさよなら。